今回のフォーカスの舞台は水戸松江市を代表する宍道湖です。宍道湖は観光客にも人気の絶景夕日スポットや遊覧船、しじみ漁が盛んに行われ、県民とともに歩み愛されてきました。今回は就航35周年を迎えた水戸松江の宍道湖観光遊覧船白鳥号の新たな取り組みにフォーカスしてみました。早速白鳥号を見に現場へ。水戸松江を象徴する宍道湖を走る白鳥号は、夕日を鑑賞する多くの観光客でにぎわっていますが、これといって変わっているところはないように見えます。どうやら取り組みはスタートしたばかりのよう。今回企画を立案した松江市立南ヶ丘女子高校の3年生の6人に話を聞くことができました。取り組みのきっかけは何だったのでしょうか。はい、私たちはもともと白鳥号の存在を知りませんでした。ですが、その魅力をもっと多くの人に伝えるために昨年の4月から来て御船町へハブアメモラムレモーメントというプロジェクトを始動しました。このアイディアには Z 世代ならではの思考が取り入れられているようで、どんなことを考えているのか聞いてみました。はい、茶どころ松江を感じさせる抹茶を使ったカヌレとどら焼きのスイーツの開発と、船内にウェーブミラーを備えたフォトスポットの設置と、夜間でも運航がわかるライトアップの3つです。 Z 世代の特徴と言われるのが、物心ついた時からスマホに親しむデジタルネイティブ。取り組みは SNS でバズる仕掛けを意識したようで。はい、SNS では鏡越しに写真を撮るのが流行っていて、鏡を船に設置することで写真を撮る人が増えるなと思いました。そしてライトアップをすることで遠目からでも目に留まると思うので、それを写真を撮って SNS に載せてもらうことで認知度の向上にもつながるなと思いました。プロジェクト実現に向けて資金集めに奮闘しているようです。自分たちのプロジェクトを成功させるために今クラウドファンディングに挑戦していて、松江市内の企業さんに協力をお願いしています。この QR コードから詳しい内容などは見れるので、もしよかったらご協力よろしくお願いします。この取り組みを受け入れた白鳥号を運営する白鳥観光の上谷社長にお話を伺いました。昭和62年の8月ですね、日本の船舶は一切真似しなくて、外国の船舶の写真を参考、映像を参考にして、初めて船内に冷暖房、それからトイレ、それから台所、中でコーヒーも飲める、そういうようなものを作ったんですよ。お客さんの場合はどんな感じですか。新型コロナウイルスが出た時には本当にもうダメかなと、思ったですよね。コロナ前はだいたい2万5千から3万運んでたんですけど、1万人割ってました。割ってるんか、休まされましたよね。今は現状では戻ってきた。外出自粛などによる観光客の減少が考えるきっかけになったようです。17、18の年齢層の考え方が全く未知数で、ぜひ聞いてみたい。我々を心を押したのはライトアップ。松江はほとんどそういうものに動いてない。一つのしつけ役ですか。もしそれが何かの参考になって、ライトアップ、夜のライトアップ、夜の宍道湖というものにそれが活性化されたらですね、それでもう成功だと思うんですけどね。その覚悟はしてます。
うん、マイナスでも失敗してもついていこうという、うん、それは盛り上げようと思ってます。お披露目いうのは3月になるんですね。3月のライズアップのお披露目、初めて松江に浮かぶんですけど、それがどう反響されるか楽しみです。プロジェクト実現に向けて社長もやる気十分です。さらに話を聞くと、高校生と白鳥観光をつなげた企業がいることが分かってきました。島根銀行伊藤さんに話を伺いました。はい、白鳥観光様は取引先であり、白鳥号の認知度拡大に向けご相談をいただいておりました。その中であまり若い世代の方々が知られてないということが課題となっており、今回企業の悩みと観光を学びたいという女子高校の願いが一致したと思い、今回ご紹介させていただくこととなりました。吉本興業様ともコラボさせていただき、このプロジェクトでは企業はいい方向に進んでほしいですし、学生たちは若いうちから事業展開や資金集めの仕組みを学び、若手起業家たちが増えていってほしいと考えております。このプロジェクトは生徒が卒業する3月までに実施する予定で、2月には船の工事が終わり、3月には高校生のアイディアが詰まった新たな白鳥号が運航する予定ということです。ということで、今回は島根県松江市を代表する湖、宍道湖を盛り上げる観光遊覧船白鳥号をフォーカスしてみたら、そこには斬新なアイディアと失敗を恐れず新たな価値を作り出そうと挑戦し続ける企業の宍道湖愛がありました。皆さんも白鳥号が完成予定の3月、春の訪れを感じながら宍道湖を遊覧するのも良いかもしれません。